まあ俺多分死なないと思う、正直。やべえ、弱すぎる。こっちとか指差しも分かんねえか。ここにマウントを取ろうとしたコメントがありましたね。あっ、金を払わずにアイテム手に入るんですよ、実は。妻と賭けしてたからさ。小学生の時泣いたから、これ俺。もう爆弾来たから、俺、小学生の時。もう、発狂した。ちゃんとできてるか？これ。音のバランスとかちょっと悪いかも。確認しないと。14年ぶりらしいっすよ。風雷の試練。新作。未だに俺たまに5やるんだけど。これドットの風雷の試練だから最後にやったの。なんか新鮮だな。マイコンレ上げとくか。あー。マイコンレも上げて。マイクはちっちゃいんだろ、これ多分。声がちっちゃいんだよ、もう。久しぶりだからさ。喋んないからさ、普段あんまり。声がちっちゃいんだよ、逆に。こんなもんでしょうか、音。あんまり俺もゲームやってないからな。休んでる間。まあ、全くやってないわけじゃないけど、さすがに配信してるとね、配信を大義名分にクソほど配信できるけど、ゲームできるけど、やっぱしてないとそんなにできないんだよな。まあ、夜暇な時間とかにやってるけど。風雷の試練とか、今時の人知らないでしょ。14年目なら多分生まれてない人いるよ、下手したら。今見てる人の中に。結構知らない人いるんだな。トルネコなら知ってる。トルネコの方が古いけどな。確か。あれ？違うっけ？試練は基本的に喋んないんで、字がないんで、全部、この語りたちのコッパがね、こいつが全部語ってくれる。まあ、正直ストーリーは合ってないようなもんかな、風雷の試練は。マジで。なんかすごい宝があって、そこ目指してダンジョン進みましょうみたいな話。どれもこれも。で、ストーリーはチュートリアル。って言われてる、大体。まあ、普通に難しいけどね。まあ、俺は多分死なないと思う、正直。ゲームシステムどんぐらい変わったか知らないけど、今までと同じだったら、俺は多分チュートリアル一回も知らないと思う。普通に初見でも。これはガチ。まあ、結構変わったら多分死ぬ。いや、フランシャル俺結構好きなんですよ。かなりやってる。あー、でも冗談抜きで2から入れたら、3000時間ぐらいやってんじゃない？もっとやってるかな。64のカセット壊れる方であって、6とかも俺多分、どんぐらいやってんだろう。6も多分俺1000時間ぐらいやってるから。あー、もうボスまで来たんだ。なんかこの、ソシャゲのチュートリアルみたいな感じか。最初から強い状態で。これでレベル1ってことはねえだろ。さっき説明のあったボスまで来たのね、これ。どうなんだ。あ、これ本当に戦えるんだ。チュートリアルで意外に戦えるんだ。弱装備。お前よくここまで来れたな。よくここまで来れたな、こいつ。こんなクソみたいな胴体の木、鉄鋼の盾。おにぎり3つ。薬草、音切り、組織別、金取り、いらな。別に勝っちまってもいいんだろ。金縛りは敵を永久的に動かなくできます。ただ、攻撃したら動きます。で、こいつドラゴンは固めてくるんで、遠距離攻撃持ってるんで。はぁ、こいつダメか、金縛り効かないわ。やべえ、弱すぎる。マジか、弱いな。あ、これ無理だ。いや、ちょっと勝ちたかったな。さすがに、あ、死んだわ。無理だ。無理だ、これ。お前、よくここまで来たな、死ね。で、死んだら、多分ね、今時の人にね、チュートリアルでやってんだ、俺。死んだら、レベル1に戻って、アイテムを全て失って、1回からです。それが風雷の試練です。じゃあ、死んだら全部パーになるのかって言ったらそうじゃなくて、自分が覚えた知識とかは残るわけですよ。ここにどんな敵が来るからどんなアイテムを使おうとか。そうやって打開していきます。あと、毎回拾えるアイテムが変わるんで、運が良かったらめっちゃ強い武器拾えたりして先に進めるっていう。毎回違うんですよ。そうだね、タルコフだね。生き返ったり、帰還するアイテムを使えば持ち帰ることができます、アイテムを。で、持ち帰ったアイテムとかは合成したりしてどんどん強くして、アイテム持ち込めるダンジョンだったら、何回も何回も挑戦して強い装備を作って、強くなってから挑むってこともできます。レベル1でも最強の武器持ってれば最強のモンスター倒せたりします。ちなみに。だから、クリアできない人は何回も挑んでやばくなったら帰って帰るアイテムがあるんで。アイテムを集めて攻略っていうのも手。で、それができないダンジョンがあって、だいたいクリアした後かな。100回まであって、アイテムが1個持ち込めないみたいなダンジョンあるんですよ。そういうダンジョンがやっぱ一番おもろいかな。よく行けたな。あんなクソみたいな装備で。行くか。うわ、すげえ。14年ぶりの新作かな。ワクワクするな。
一つのダンジョンがいつもの感じに。へぇ。ルーキンククリア率。みんな 79%。まあ、初見の素人の皆さんでも、このゾゾロが丘は、8割の人がクリアできると。まあ、さすがに俺ほどのね、ガチ勢が、こんなところで死ぬなんてありえないだろうな。どんな素人でもね。あ、チョコレートいらないですね。音切りそう。これはね、HP100 回復するアイテムですね。じゃあ、HP 最大の時に飲むと HP が増加します。最大値が。で、最初は、マムル一発で殺さないのか。最初は、この、周りが見えるじゃないですか。こうやって。こっちとか。指差しもわかんないか。この、隣の部屋とか見えるじゃないですか。明るくて。これってストーリーダンジョンで、まあ難易度が低いから見えるのであって、本来は、隣の部屋とか一切見えないんですよ。だから、隣に入ったら敵が10匹ぐらいいるとか。そういう風になるんですよ。これはもう全部見えるようになってるけど、こうやって。攻撃痛えな。あー、未識別。もう未識別出た。はいはいはい。これ未識別って、ね。わかんないんですよ、本来。背中だから、これ見極める方法がいつかって、これ何かわかんないんですよ。押して回復したら背中のとこ。水鉄砲のところ、新しいアイテムですね。使えばわかったり、わかんなかったりですね。そうだったぞ。これは、背中が入ってないから使うツボではない。じゃあ何でもいいもの入れよう。まあ、これ1個分けて本当は入れるんだけど。取り出せる。これは保存のツボです。入れたアイテムを本来取り出すことができないので、風雷の試練。ツボに入れたら。これは取り出せるので保存のツボです。トラップチェック。いや、ま、こんなトラップなんてね、俺トラップチェックしないんですよ。トラップチェックっていうのがあって、今ちょっと知ったがりで僕にマウントを取ろうとしたコメントがありましたね。トラップチェックっていうのがあって、トラップがある場所にこうやって武器を振ることによって、絶対に罠を踏みたくないとき、こうやって一歩ずつ剣を振って進むんですよ。で、罠があった場合、罠の位置がわかるっていう。まあ、僕はね、わかってるけどやらないですね。やっぱ時間の無駄なんで、なんか、詳しいんで、風雷の試練。風雷の試練やっぱ僕にね、マウント取るの難しいですよ。いやー、まあ、取れるものは取ってほしいですね。僕、風雷の試練で僕に。多分これ、刀使ってるから、水鉄砲の壺で、無力化できると思うんだよ。わ、マジで痛え。何こいつ。これ、刀持った敵って、水かけると刀が錆びて弱くなるんですよ。これとか。なってないな。頼む。もっと強い武器。妖刀構えたし、これ最強っすね。切りつけるときに真空波を発生させる妖刀、正面3方向を同時に攻撃できる。これ最強っすね。これ一番強いトップクラスの武器。いや、もう絶対に使う武器。これ何がすごいっていうと、本来この角って攻撃できないんですよ。今見えないけど、本来試練ってこの入り口の正面しかいけなくて、ここ攻撃できないんですよ。この角入り口とかでも敵もなんだけど、これが攻撃できるようになる。妖刀構えたちは。だから、一方的に攻撃できるターンが生まれる。こういう、あ、敵の位置が分かる状態だと。本来は敵の位置が見えないから、あんま分かんないんだけど。敵の位置が分かんないから、敵の位置が分かるようになるアイテムと組み合わせないと意味ないんだけど、あんまり。ちょっとでも、こういう下がるの痛いな。かわいいやつ強い。チンタラス。チンタラスきます。風雷の試練をやってたら、みんな知ってるキャラですね。チンタラ。あっ！ちょっと待って、これ攻撃力やべ、見てなかった、HP。ちょ、外しすぎだよ、試練攻撃。いくらなんでも。これさ、待って、命中率、これ低いかもな。素手で 92% とかだったはずなんだけど。試練の命中率って。ほら！外しすぎだ、外しすぎだもん、いくらなんでも俺。おかしいもん、俺。やべえ、子供戦車に乗ってる。もう、泥棒ってのがあって、金を払わずにアイテム手に入るんですよ、実は。このゲーム。この、風雷の試練のテクニックとして、もう、ちょろまかすっつうか、普通に犯罪できるんですよ、犯罪。これやることによって、やっぱり子供戦車だ。ちょっとモンスターつって、じゃあここで、はい、ここで待機してもらいましょう、彼には。金縛りの杖。これね、復讐だよ、復讐。
これ最初に僕言いましたよね、チュートリアルで。これを振ったモンスターは攻撃しない限り一生動かないです。試練が金縛りになった場合は50ターンで動けるんですけど、モンスターの場合は一生動けないです。待って、これ動いてない、変わったしよ、もしかして変わったの。あ、動いてる動いてる動いてる。よしよし、これで今から完全犯罪をしようとしてるから、まず持ってるアイテムを全部売ります。これ全部売ります、高いやつ。まず金にする、自分が持ってるアイテムを。まず13000円、これだけで13000円だよ。で、また目ぼしいもの拾う、高く売れるから用途加盟値もらって、腕輪も2個買って、1500の腕輪これなんだ、いらない。もう店内で堂々と使う。読んで、こいつここ伏してんのうざいな。まあ、いいや、等倍だよな、等速だよなこいつ。ちょっと本当はこのままプシューンって行こうと思ったんだけど、一回こいつ場所変えます。封じられてるんで。びっくりした。まあ出てないから犯罪になってない。で、階段の上に置いてきたモンスターと場所変え。やべえ、あ、よかった。前作だと隣モンスターがその場で店長に変わるから、危ねえ、変わったと思ったわ。だからこんな感じなんだ今。難しくなってるね、泥棒。バイ。これ、時効っす、ちなみに。一回進んだら時効っす、犯罪は。なんも、お咎めなし、次のお店から。店長に死刑執行されたり、もうなんかもう本当に、ない。他の店長に襲われることはない。そのフロアだけ、時効です。あぶねえ。オッケー、準備完了。行きましょう、ボスに。隠しの巻物何かけるんだろう。この白紙の巻物っていうのは、今まで読んだことのある巻物をすべて書けるんですよ、こうやって。何にでもできる。ワイルドカードはね、2枚あるはず。真空切りでまず雑魚一掃して、真空切り2枚で。取り巻きは多分いるから、取り巻き一掃して、で、ボスに毒矢打って、素早さそう飲んで、タコル。普通にこれ、一発っすからね、俺今。買ってやってみてくださいよ、これ。一発、お、一発すげえな、多分なるよ、これ。自信あるもん、俺。絶対真空でいい。絶対真空でいい。行こう。帰ってきたぜ。あ、帰ってきた。またこれだぞ。チュートリアルがここから始まったから。そう。最初にここを、このチュートリアルで見せてくれたから、今の俺にはわかる。何をすべきか。はい。はい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 。まず、ドラゴン以外は多分、真空切りで死にます。ほら！平均46ダメージ。もう1枚ある。取ってきました、ここまで。多分これでドラゴン以外死ぬ。ドラゴン死ぬかな。はっ、まあ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 、瀕死だろ、こういったら。ここよ。で、素早そう。取ってきた、今まで。これで、試練が2倍のスピードになるから、敵より一旦多く受ける。攻撃力上がった。なんで？こいつデバフかけると攻撃力上がっちゃうわ。やーば。おら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 、はいはい、無敵。ちょ、硬すぎ。え、やったか。多分第二形態あるね、大体。大体第二形態ある、今までの風乱試練だと。じゃあこいつの親玉がいるって話だった。無敵層使ったの持ってなかったかな。こいつの上にもう一人いるって言ってたな。もしかし、ここで総力戦したの見せたか？あれか、もう一個ダンジョン出んのかな。もう一回1からかもな。まあ、とりあえずここクリアできれば合成とか解禁されたらなんとかなりそう。はい、何やり遂げたみたいなこと言ってんだよお前。まだ終わりじゃないだろ多分。え、なんかもう成し遂げたみたいな感じになってんだけど、あれ終わり、雨降ってハッピーエンド？これガチでチュートリアルですからね、これが。
これ俺一発終わってるけど、普通結構むずいからね。多分ボリュームの 10% ぐらい。ここをクリアしないとこの後のダンジョンに挑む権利がないって思われてるんで、フレアの試練は。ストーリーはガチでチュートリアルっすね。何もわからないのも終わった。まあ、ガチでこれチュートリアルなんで、これガチでチュートリアルなんで、さっきの女の子もよくわからないまま終わって、まあダンジョンが多分ここから20個ぐらい出るっす。これが1個目のダンジョンっすね。多分本当に20個ぐらい出る、ダンジョン。このチュートリアルを終わらすのに多分、初めてやる人だと、数日かかると思うよ、俺。かかんないか。いや、かかると思うけどな。ちょっと、しっこしてくる。妻と賭けしてたからさ。っていうか。俺多分、ストーリーダンジョン絶対一回も知らないと思うって話をしてて。俺なんか正直、今更フレアの試練のストーリーダンジョンで失敗するとか多分ありえないって話をしてて。賭けに勝ったからちょっと、報告してくるわ。妻は普通に 6回ぐらいで死んでた。もう島に、この島に来て2時間で倒しちゃったからね。百草ダンジョンに来てえな。めっちゃおもろいんだよね、百草ダンジョン。ただめっちゃむずい。多分今の10倍ぐらい難しい。そっちはさすがに多分俺一発でいけないだろうな、さすがの私も。5とかだったら俺未だにパッとやって一発でクリアできたりする。いや一発は運だけど、ある程度運ないと無理だけど、結構でも大体クリアできるな。本来はこうやって何回も、わお、え、何回も来てあげてくれんのこれ。クリアしたら3000円あれば金に物言わして。ほら、あっちいな。もう一回戻んないと。まあ、さっきより、装備持ち込めるんで、このダンジョンは。だいぶ楽になってるはず。もうこんなにもう余裕ほらね。もう咲くよ、咲く。はい、咲く。まあ、これがね、風雷の試練のね、レベルは戻るけど、武器が強いまま、装備が強いままでいける。あとはもう知識があるから、どうとでもなるっていう。これが風雷の試練のいいとこだね。体が、HP 多いのに、防御が弱すぎる。HP で受けてる、俺。ラッキーみたいな。まあ、ここまで持っただけ十分でしょう。ドスコイで一気に30回まで来れたわ。これで、OK。2周目終わり。で、ストーリーが進むと。まさか、もう一回来ることになるとは。おい、これでしょうもない受けになったら、マジで。多分持ち込み不可ダンジョン行って、最初は50回ぐらいでその枯渇ってやつを倒して、これね、最終ダンジョンにもチュートリアルがあるんですよ。50回で1回目はどんなに引きが良くても50回で強制的に返されちゃうんですよ。で、もう1回行ったら100回まで行けるんですよ。最近ボスとかいるんですよ、フレアの試練。ちょっと待って、この話の続きはもう一回登るとか言わないよな、お前。これまで冒険してよ。まあいいんだけどさ、百草ダンジョン行きたいよな、せっかくなら。実装してないってことはありえないんだよ。みんなそれ一生やってる人とかも結構いるから。なんならこの手のゲームの初代のなんか25年ぐらい前に出たトルネコとかでもう百草ダンジョンがあるんだけど、それを未だにやってる人みたいなブログあるからね。有名なブログみたいな。でも俺せっかくなら百草ダンジョンやりたいんだよな。せっかくなら。多分ね、出ないはありえないんだよ。クリアしたら絶対出るんだよ。せっかくならやりたいんだよな。でもね、調べても出てこない情報が。いや、クリアしてると思うけどね。あ、ストーリーダンジョンまだ終わってないんだ、これ。なんだ。ボス倒したから終わりだと思ってたよ。あ、終わってないんだ。そうだよな。なんか今までボス倒したらもう終わりだったからさ。さらに最前線の者がいる。多分ダンジョン一回行ったら連絡来るんじゃないかな。ボスさっき毒が効かなかったわ。逆に強くなってた。ボスに毒やったら。だから効かないんじゃないかな。俺もさっき毒やストックして持ってったんだけどね。逆に攻撃力が上がるって。撤回の体験。へぇ。満腹を消費して大きなダメージを与える重い体験。
おもろ。何そのおもろい能力。絶対これメタになるでしょ。なんか、5にお金を使って、しかも敵を殴ると一発120円お金使うんだよ、最終的に。120円だよ。でもそれめっちゃメタなんですよね。風雷も試練、5の。もう泥棒しまくって、お金集めまくって、お金集めまくって、それで、めっちゃ強いからお金使う代わり。攻撃力最強にして敵を粉砕していくっていう武器があるんですよ。でも、ちょっとでもお金集めることは泥棒できないとかになったら、金がなくなって攻撃力ゼロになって死ぬ。なんかメリットでデメリットのあるけど強いみたいな装備が結構強い。あ、やった、危ね。あいつ倒すとアイテムくれるんじゃ、あったっけ。壁を背にして戦ってください。こいつ戦うときは絶対にね。もう俺これで小学生の時泣いたから、これで俺もう爆泣きしたから。俺小学生の時もう発狂した。こいつに盾消されて本当に涙が止まらなかった。螺旋風魔の盾をイヤイに弾き飛ばされて、敵に149ダメージ与えて消えた。ポケダンでは例えれないけど、これは普通にストーリーダンジョンだね、まだ。まだ、正直チュートリアルぐらいの、僕からしたらね。まあ僕じゃなければもうこれはね、死力を尽くしてクリアするダンジョンなんですけど、もう俺初見でさっきからストーリーダンジョン一回も死んでないんで、僕以外だったら多分、あぶね。死力を尽くしてクリアするダンジョンですね。今みたいなので、トコトコって歩いてって、パチンって弾かれて、後ろに敵いたらもう盾消えてるからね、今の。もう消えるからね。マジで泣けるんだよな、あれ。もう即折り。30回いっちゃうわ。余裕だから即折りする。多分、ボスも簡単じゃないかな。おいおい、白紙の巻物出すぎでしょう。白紙の巻物って、剣とか盾に合成すると、印増えるんですよね。昔のシリーズだと。同じだったら、昔と。昔のシリーズと同じだったら、今作もそういうのあるかもしれない。タイガー、ウホーン。ウホーだった。探索もそこそこに。あー、握り親方。これも檻。よし!ボスかな。いや、さすがに負けないと思うわ。こんだけアイテムあったら。絶対負けないと思う。とりあえずこれで、ボス二人目。いや、余裕でしたね。二個目の方が。相手持ち帰れるから。あ、一対一だ。しかも。なんだよ、舐めやがって。一対一のボスとか、もう本当に、ボスの恥さらしですよ。多分、デバフは多分効かない。例のごとく。まあ、俺はこのために、ボスのために無敵装持ってきてるんで。無敵装ってのが、割と道中はそんなに強くないんだけど、普通にこのボス戦とかに、短期決戦において、マジ OP で、その通り無敵なんですよ。普通の道中だと、もう20歩歩いたら無敵消えちゃうんで、そんなに強くないんですけど、ガチリソだな。ボス戦はもう20回も攻撃できたら殺せちゃうから、最強のアイテムになるっていう。なんか無敵さはもうボス戦の時俺絶対持ってくる。20ターン続くかな、これ。かわいそうに。普通に結構、持ち込みダンジョンにしては、時間がかかったな。え、これまた、あれか。今度は姉貴のとこ登って芝木に行くの?もう行っちゃうか。どうなるの俺。え、みんな、クリア率 18% じゃん。ついに来た深ダンジョン。でも20回だから、これだ、多分。ここが、今クリアしたら、ここで100回まで解放されるんだ。これが多分100回ダンジョンだ。うわぁ、これが一番面白いんだよな。いっちゃ面白い。このダンジョンが。20回なら多分余裕だね。やっと始まった、これ。チュートリアル終わりました、今。これがチュートリアルかな。ふっ。あ、最高。これいけます。整った。マジで整った。これいけます。よし!いや、マジ整った。これ多分ボス戦か、本当に勝てると思う。え?ガチでボス戦か。勝てるかな?きつそう。カッパ隊。カッパ隊強そう。あー、強そう。いやー、これ、死んだらやり直したら悪いもんな。多分勝てると思うよな。復活の草もいっぱいあるし、無敵装使って、まず必殺技ぶっぱで、ザコ全員縛いて、
無敵そうやって。おお。まず必殺技ぶっぱでしょ。灼熱。強っ。いけ。ぶっぱ。必殺技打つたんびに飯食わなきゃいけないんだけど、燃費悪いな。おら、ぶっぱ。強え。めちゃ強え、この必殺技。まあ、やめろよ、手下呼ぶの。あ、食べ物が腐った。あ、弱い。一応無敵そう飲んでもうタコるか、このまま。おい、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 おい。無敵そうと素早そうのコンボ。40ターン無敵。GG。これで倒せないモンスターいない。クリア率 18% か、これが。やはりね、素人の皆さんからしたらちょっと大変かもしれないですけど、82% の方々はね、ここで失敗してしまったみたいなんですけど。まあ僕からしたらもうイージーピージーですね。しばらくはここで冒険しようぜっつってさ、前作だと14年間冒険し続けてんだよな、試練。未だに冒険し続けてたの。今日まで14年間冒険してたんだよ。前作出てから、今作出るまで。